岩崎セダカヘビは、セダカヘビ科に分類されるヘビ。従来は、ナミヘビ科の一員だったが、系統的位置の独自性が明らかになったため、現在は独立の都ガに分類されている。その特殊な生態から、右利きのヘビと呼ばれることがある。南西諸島の石垣島と西表島にのみ、生息する。日本固有種。本種の属するセダカヘビ属は、中国南部から、 インド、東南アジアにかけて広く分布するが、日本に分布しているのは本種のみである。台湾には近縁の台湾セダカヘビーペリアス、フォーモセンシスが分布している。体長50から70センチメートル。体はかなり細く、地色は褐色内しは淡褐色で、頭部から尾にかけては波状の暗褐色の縦縞が見られる。ただしこのは部に近づくほど、 不明瞭になる。他の多くの蛇と異なり、背が盛り上がって断面が三角形状を成していることが、背高蛇の名の由来となっている。頭部は、分部の詰まった楕円型をしている。目は大きく、瞳孔は、やや縦長で、光彩は、オレンジ色もしくはやや赤みがかった、オード色。牙に、毒はない。放実する植生との関係から、上顎の葉は一部が消失し、一方で、 下顎の歯には高度な特殊化が見られる。ぶら下がって、カタツムリを食べる岩崎ダカヘ蛇。夜行性である。また樹状性と考えられているが、地上を報復していることもある。近年、石垣島では、砂糖キビ畑やパイナップル畑などでよく見つかっている。頭部骨格標本。歯の本数が左右で異なる。ほぼカタツムリしか食べないことで知られている。 このような陸外染色性のヘビは日本では本種のみである。野外では一式毎毎薩摩カラジノーザカラジノーザを捕食していた事例が知られている。別種のセダカヘビでは山谷市のような蓋のあるカタツムリを捕食する様子が観察されているが、本種はそのようなカタツムリを与えても捕食することがない。八重山青ガイルロッコファースオストニを捕食していたという。 野外観察例があるとされていたが、これは、イリオモテヤマネコプリオナイルルスベンガレンシス、エリオモテンシスの調査報告書に書かれた憶測が、元となってルフされた誤解と考えられる。かなりの退職であり、飼育下では1日に4から5個体のカタツムリを捕食する。繁殖については、よくわかっていないが、イリオモテ島で捕獲された個体が5月に11卵を産んだ記録がある。 カタツムリを捕食するときには、上顎を殻に引っ掛け、下顎の葉をカタツムリの軟体部に差し込み、殻から軟体部を器用に抜き出す。殻を割って食べることはない。本種の下顎の葉は本数が左右で異なり、右側が平均25本なのに対し左側は18本である。この非対称性は、左巻きに比べて圧倒的に多数派である右巻きの、 カタツムリを効率よく捕食するための特殊化だと考えられており、セダカヘビ科のヘビほぼ全種で確認されている。実際、左巻きのカタツムリの捕食にはしばしば失敗する。そのため、左巻きのカタツムリの進化が、セダカヘビ類によって促進されたのではないかと考えられている。ちなみに、本種の分布域では、大型の地上性カタツムリとして、上記の一式マイマイの他に、 左巻きの黒岩左巻きマイマイがおり、両者は禁煙と考えられる。またこの種の方が普通種であり、一式マイマイは稀である。なおから終わらずに捕食することから、一式マイマイは岩崎世田が蛇に襲われた際、王を地切れすることで逃走できる可能性を高めている。珍しい蛇であり。 石垣気象大所長の岩崎拓南寺により1937年に最初の標本が採集されて以降1954年までの17年もの間2尾目が採集されることはなかったその後も数年に1尾程度の割合でしか捕獲されなかった1995年以降はほぼ毎年発見されているようであるがそれでも現地では 本種の捕獲がニュースになることがある。そのため IUCN レッドリストでは評価が情報不足となっている。爬虫類マニアの間では分布を同じくし同様にあまり捕獲されることのない先島バイカだ。岩崎はモンベニヘビなどと共に憧れのヘビとされることがある。ありがとうございます。